今日は、このプレックスアートスピリッツの劇場版、外観と、同じくプレックスアートスピリッツ劇場版改造、外観を、比較してみようかなと思います。どっちもすごい高いんですけれども、なんかこの2つ種類があるということで、2つとも買ってしまいました。なので、どっちも一緒に開けちゃおうかなと思います。はい、まずパッケージがですね、まずこんな感じとなっておりますね。横が色々取り出されたイメージの映像が載ってます。これもこっちのイメージも、結構その発売とか予約の段階で結構出されたアングルですね。こっちが後ろからとなってます。箱の上はこんな感じです。よし、早速開けてみましょう。袋から取り出したけど超痛い。やばいよ、このトゲトゲ具合が。これは子供には触らせられないですね。血だらけになりそう。かっこいいな。こんな感じに、この土台の上に乗っけてみました。頭の角、すごいですね。ノコギリのようだ。やっぱり面白い格好してますね。めっちゃこれあれじゃん、オカマだよね。ふふって。通常版の外観ともちょっと
並べてみようと思います。まずこれが表のパッケージと、後ろ、上となっています。はい、パッケージ剥がすとこんな感じですね。通常版だと、この通常版って言うべきなのかな、まあ、普通の最初のフォームのこの鎌もシュエッってなってて、すごいかっこいいですし、これはもう改造版のじゃなくてもこのガイガンはもう普通にかっこいいですね。感じですね、鎌は。いいっすね、かっこいい。こんな感じでちょっと、並べてみました。まあ見ての通り、このまず頭の角でしょ、口のこの何これ牙みたいながギザギザになってるか、シャキーンとなってるか、あとはこの手が鎌か、このなんつうのこれ、ブイーンってなるやつ、チェーンソーみたいなやつになってるかの違いぐらい、このお腹か一緒やねこれね、ぐらいかな。尻尾も同じだね。特にそこ以外は同じかな。このフィギュアは結構凝ってますね。なんかあんまこのシリーズ買わないけれども、このガイガンを見たとき、やべえ買わなくちゃってすぐ覚えました。ということで、この超激増版ガイガンと改造ガイガンを、見てみました。だいぶあのトゲトゲしてて、危ないですね。なんであのお子様は今ちょっと手の届かないところに置いといた方が良いと思いますが、あのかなりフィギュアとしてもあのすごい凝ってるので、ガラスケースとかに入れて飾っておく、もしくはこのまま箱に入れて、中に入れてこの箱ごと一緒に保管っていうのもいいと思います。このフィギュアはかなり、最近の中でもかなりの出来だと思っています。まあ、ちょっと引き続きまたちょっと時間あれば動画等を上げていきたいと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。